初期知り合い、アミシデサイということで今回も動画撮っていくんですけども、今回はね、めっちゃ久しぶりになっちゃったんですけども、シーズン終わったということで、まあ、報告動画撮っていこうかなと思います。で、前シーズンが、2904で622でね、まあ、3桁でまたフィニッシュして、ステイしてフィニッシュって感じでしたね。まあ、ちょっと、前シーズンのことは話しつつ、でね、今日は、まあ、このデッキ紹介というか、これで数回マルチって終わろうかなと思うんですけど、これがね、前シーズン、多分ボンバルで今一番うまいのがエルフで、エルフがね、これ使ってあげてたんでね。まあ、俺も数回使ったんだけど、まあまあ強かった。強かったけど、結局ね、マスケ型の、テンプレのボンバルに俺は変えちゃったんだけど、まあ、このデッキも強かったということで。でね、いやー待って、これ渋い。いや、まあいっか。いや、どうだ、竹変わっちゃうこれ。あ、竹変わっちゃうの渋いね。下手すぎた。やべ、すいません。で、前シーズンは、マジでね、もうなんか、地獄だったな。本当に、本当にきつかったと思う。もう生まれ使い。みんなね、全然上がってなかったし。なんかね、もう、本当に、過去一、ぐらいのレベルで、環境が多分悪かったんよね。まあ最終日とかは、俺回してないから、環境変わってたらわかんないんだけど、シーズン終了2、3日前とかは、もう遅延スケラめちゃめちゃいるし、スパーキーめっちゃいるし、で、そのスパーキーも、待って、ラバか。そう、スパーキーもね、形がなんかね、マザネクファイボとかなんですよね。だから、な、普通のスパーキーデッキなら基本的には相性悪くないんだけど、なんか形が変でね、まあ、事故りやすくなってて押し切られて負けちゃうっていうことがね、まあ結構あったな。しんどかったね。あと、まあレミ入りもちょくちょくいるって感じで、いや、これ美味しいわ。これマジで強いからね。この LSP 強切れまで、あれで、そう、あの 2.9 のね、バルーンはね、本当にね、進化ナイトがマジできついんすよ。進化ナイト、しんどすぎて、まあ多分だからそれもあって、このね、ナイト型のバルーンデッキが流行ってたんだと思うんだけど、進化ナイトにね、勝てるカードがね、ないんすよね、2.9 の方だと。まあ、スケルトンバグらせて、みたいなことあるけど、スケルトンってなかなかほんとバグんないから。いや、これワンチャンさ、読み行きしてさ、来い！あ、てか爆破あるから絶対来ねえわ。まあ、これは勝ちっすね。まあまあまあ。前シーズンはマジで、結構、まあ3桁取れたけど、過去1レベルで、辛かった気がするな。だからもうあれですね。もう県内入ったら、3桁県内入ったら、やろうと全く思わなかったな。今シーズンに関して、前シーズンか。前シーズンに関しては。多分やってたらね、沼ってたんで。でも CRL が今回で出れんのが最後なんで、まあそれなくなったらね、もうステイとかする意味本当にないから、ガンガン回してっていいと思うけど、まあ一応ね、進化カードいっぱい持ってるし、CRL、上手い人と戦えるチャンスがあるからね。出たいんでね。今回はステイしたって感じだね。ニュアンスいきそう、これ。強え。めちゃめちゃ強え。これもう一体出てから、LSP で、さあ、いいトルネード。弾いて。いや、雪が強いな雪玉が強い。いや、進化ナイトなマジで強いんよね。途中で下方来たんだけど、全然強いですね。で、次の親衛隊に関しては、正直、まあ、親衛隊バルーンとか、使いたい感はね、ちょっとあるんですけど、まあ、一旦様子見でいいかなって感じもする。
からまだ買ってないですね。ちょっと悩むなーって感じ。グラチャレで進化カードが使えるようにね、変わったんで、まあそこでね、動画とかも撮れちゃうから、無理してマルチ用のね買わなくていいかなって今ちょっと思ってるな。まあ次の動画でもしかしたらもう買ってるかもしれないけど、強さがなちょっとわかんないんでね、なんとも言えないんで。いやこれか、まあ、逆再行って、いやまあこれ進化ナイト単体とかでね送るだけでマジで強いんでねそれしてもよかったけど、ただまあこの対面は正直そこまで生きない。いやでもどうだろう、あーでもこれマジでねカチカチなんで、ね、アイテムか。さあこのマスケはめちゃめちゃいいっすよ。いやこれマジでいいっすね。あれマスケ無理、あー無理か、反応せんか、じゃあやばいかも。いやどうだろう、まあでも耐えれそうっすね、多分逃げ切れんじゃないこれ。いや無理かも、待って、進化ナイトが、進化ナイトがめちゃめちゃ勝てえば、まあでもギリ耐えかなこれは。竹がどれいってる、あのこれは雪で飛ばして、まあ多分ギリ耐えっすね。オッケーオッケーオッケー、待ってめり込めない、まあまあまあ危ない危ない危ない。いやあのトルネちょっとだるかったけど、いや意外とな、なんか LSP がいいんかな、なんかね何がいいかはちょっとそんな分かってないけど、このデッキほんと割と強いっていう。前シーズンみたいな環境。おい、来た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 。これ進化じゃない？相手。親衛隊。来ましたね。いや、これ熱いわ。見れるね。まあ、今回まだ進化してないから、今はあれだけど。あー、文句言うのはちょっとまずいね。普通に。なるほど。まあまあ、これはね。やばい、これ。いや、マジやばい、マジやばい。ちょっと下手すぎ、下手すぎ。いや、まあ、耐えか。耐えですね、ここは。いや、文句か。文句親衛隊はちょっとだるいぞ、本当に。空がまだわかんないから。まあ、ロイホグか。はいはいはい。一匹はみ出そう。ですよね。そんな気したわ、今。いやー、親衛隊進化に対して、ちゃんと。いや、これ文句回ってたらちょっとやばいけど、まだない。と信じてる。あー、これで回りそうですね。これでスピレマン飛ばせて、めり込んで、今タワー入った？さすがによな。そんなわけないよね。いや、これちょっと一回逆再行きましょう。親衛隊フトとかされたらめんどいんで、まあ、一旦攻めちゃって、いや、来るんかい。さあ、来ましたよ。この親衛隊がどうなのか。走ってる走ってる走ってる。これマジさ、どうなんだろう。どうどうどう、強い？あ、まあまあまあ、強いか。普通に強いけど、え、強いな、強いのかわかんないな。どうなんだろう。盾が剥がれたら突っ込んでくる感じか？ちょっといまいちね、性能がわかってないけど。まあね、ぶっ壊れではなさそうだね。しかもこれまあ、ちょっとね、こっちが重ためのデッキだから、重ためっていうか、多分だけど、2.9 ボンバルのテンプレだったら、スケルトンで寄せてとかもできちゃうから、だいぶね、相性取れそう。今の感じだと。いやー、これマジやばくない？もう来たもん。えぐいわ。進化ナイト見てくださいよ、これ。ずっといるんすよ、こいつ。これマジでね、本当にね、やべえんだよな。マジでずっといるから。えぐくない？強すぎん、こいつ。いや、進化ナイトが最強だわ。マジで強い。いや、もう一回ぐらい出してほしいけどな、相手。いや、もう出せなそうっすね。まあ、これはじゃあ攻めて勝ちだね。いやー、ちょっとわからんな、今のじゃ。どうなんだろう。ちょっとわかんないっすね。もうちょい行こっか。あと2000ぐらいいって終わるか。まあ、でも3000ぐらいある HP、タワーが2000まで行かれたから。いや、でもな、許容してあれだからな。許容することって、多分あんまないからね。わかんないけど、許容することあるかな？親衛隊許容って。
まあ重ためのデッキとかだったらするかもだけど、今みたいな感じだとしちゃうけど、これがねスケルトンとかだと、さっきも言ったけど、でまたこれ相手クララーパス買ってるから親衛隊来るかもね、ワンチャン。待ってやばい、今なんか悩んだ、完封したかった、ここまで咲いたなら。まあいいか。さあこれはまあマスケでいいかな。いや親衛隊ある、あーでもロケ砲が進化じゃないんでちょっと熱いっすね、多分親衛隊が濃厚じゃない。さあこれは、いやまあこれちょっと一応この辺から出してエレフィマネいっとこうか。はいはいはい、オッケーオッケー、ウッドかな、ホグかな、あークエイク美味しい、ウッド切ってたっけ、はいはいはい、でかいですね、それは美味しいと。あーこれも美味しいね、キンキできるし、ここはナイトワールに行きますか、端前で。あーそれ打たないんか、ボムが投げてくれたらよかったけど、まあでもこれ後取れてると思うんで。いや相手これ施設置くエリアあるかな、ギリギリか、テスラか、なるほど。じゃあこれ雪玉打って遅延だけかけといて多分あんま意味ない、今のあれは意味なかった。さあこれはエレスピで、え、これさ親衛隊なくね、相手多分だけど、もう全部出てるかな、数えらんないんだけど、多分出てそうな気はする。え、売ったったっけ、売ったのわけ親衛隊とか、え、ないよな絶対さあ来るか、後ろから親衛隊が出てくる、いやー絶対ないわ、ゴブリンいたもん。いやパス買ったなら使うべきやろ絶対、俺だったら絶対使うけどな、シーズン始まってすぐだし。これもうは、これはさすがにですね、潜ってワンチャンかな。いやーマジで見て、この進化ないとえぐいっしょ、ガチでずるい、まだ生きてるからね。あーさすがに消された。さあさあさあこれはもう、まあでもこの方が相性いいね、クイック打たれてもやっぱ入んないボムは強いし。え、なんでこの人マジでさ、なんでなん絶対使ってよ、頼むから。さあラストいきますか。いや親衛隊もう一回ぐらい見たいけどまあでも今日はそういう動画ではないからな、別に後日ね親衛隊使ってみた動画出す予定だけどないね。さあラストいきますか、今日はまあ振り返りなんでね。パス買ってる、あー買ってない、じゃあ親衛隊はないね、多分ほぼほぼの確率で持ってないね。さあゴルナイ、まあ合わせますか、ナイト LSP、 なんか最近さやば、配信したい欲が出てきてるんよね。配信したいんだけどな、なんか YouTube ライブ仕様変わったのか、なんかやり方わかんないよね、そのゲームだけの配信が。スマホだけじゃできなくなったのかな、もしかしたら。ライブなしたいんだけど、ちょっとね、スイッチとか、まあ、ワンチャンやってみてもいいけど、全くわかんねえからな、ちょっとね、どうしようって感じ。これまた吹き矢、うわー、なるほど。まだこれは行きましょう。吹き矢来た、雪打って良さそう、これ打ちますか、これ打って遅延かけつつの爆破でね、吹き矢も処理したい、これは吹
キャー足早すぎそうなんで、LSP だけ出しておいて、ちょっとだけ止めてね。OKOKOK。そう、配信なぁ、したいんよなぁ。久しぶりに。ちょっとね、やり方を探しとこうかな。なんかアプリ入れたら多分できるんだけど、そうじゃなくてなYouTube のあれでできたら嬉しいんだけどな。これは言っちゃって良さそうですね。まあ許容でいいんだけど、正直これは出す必要があんまりないんですけど。あ、まあこれはいい防衛されたわ。今のとこ攻めてたらほぼ勝ち確なんだけど、これまた来ますね。でも来てくれんのほんと美味しいんよね。ミスったわ。やば。入れたくない。あ、入っちゃった。やべ。あー、だるいね。ちょっと待って。なんか、流れが。悪い。グダった。最悪だ。最悪すぎる。いやー、雪打たなきゃいけないの。だいぶ渋い。いやーなんかさ、ゴールナイツエって飛ぶなそんな。あ、でもこれはもうあれっすね、進化ナイト回して。あー、いやこれちょっとさ、この辺から行って進化ナイトがインフェ置かれてもないよな、こいつ。あ、それ釣れないしな多分。見てこれ、この進化ナイトやばくない？インフェでこれ釣れてるし。え、俺バルーン釣れてるけどナイトが。いやマジどうなってんだこれ、ぶっ壊れやろ。マジで強すぎだって。さあ横、いやー入んなそうっすねこれは。いやちょ待って、ぬるっと言ったけど、まあ終わるか。ちょっとプレイ微妙すぎたな。もう一戦行ってもいいけど、どうだろう。あ、でもいいか、キリ良さそうなんで。いや、あと一生行って終わろう。このハンマーまで行ってね、終わりますか。そう、ライブしたいんよね。ミラティブ配信アプリ入ってはいるけど、もうあれもな、やんないよな。やっぱ YouTube でやりたいよね。さあこれはネクロで、お、進化ロイジョイ。マジで前シーズン全くいなかったね。ロイジャイ自体がガチでいなかったね。初めてじゃないっていうぐらい、そんなシーズンあるんっていうぐらいいなかったわ。さあこれはポムターを置かずにね、守っていくと。ロイ対面はね、ボム置かないで守るのがやっぱ1周目はね。で2周目にちゃんと、あー、なるほどね、そういう感じか。いやこれはどうぞ。あー、まあ一応出すか。ネクロでしょ。いやこれネクロ来たら逆サイ行きますか。まあそれは入る、これ。はいはいはい、入らない、でかいよ。いやまあこれ一回行っていいかな。ガゴ回ってないでしょまだ。ネクロかな、インドラもいいのか。まあこれ雪打ちましょう。でここはちょっと様子見て、ロイが来たらまあ速攻でボムとか出して守って、これ LSP でもいいんですけどタゲ外れそうなんでね、一旦下げつつの。いやこれ下げる必要マジでなかったな。来るかな。さあここで来た、ガゴが来んのかな。いやそのガゴはでもねいいんだけど、美味しいわ。メガナイトいたもんね。いや、これちょっと我慢ですね。で、メガナイト出させて、進化ナイトで回収して、みたいな流れでいきたい。で、これは、インドラが来ると思うんで、いや、来ないか、ウィズか。なるほど。ウィザード供与はちょっとうまいな。で、メガナイトか。いや、いいな、それ。うまい。ただ、俺の武器もめちゃめちゃいい。で、これ、タゲ取りつつの、あ、いや、見てください、これ。このナイトね、これマジカチカチなんよ。で、ガゴが来たら、エキラマとLSPでパンして、
インドは来るけど、まあこれバルーンに当てられても多分一発入るんでね。これだと二発入るっすね。いや、強え。めちゃめちゃ強い。こんなん余裕で守れる。いや、LSP、いいかもね。まあ前シーズンガゴもちょっと多かったしな。強い。ということで、今日はこんな感じで終わりますか。まあ今日は前シーズンの報告と、前シーズンちょっとね、強かったバルーンデッキの紹介って感じですね。まあぜひ使ってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価とコメントお待ちしております。バイバイ。